私は日本改革党より今回の参院選に立候補しております靴沢良治と申します。日本改革党は9条の廃止やですね、スパイ防止法制定などを訴えさせて、いただいております。普通の方から見れば右寄りな政党と、言われると思います。私はつい先日まで豊島区議会の議員をやっておりまして、参院選出馬するために、議員を辞めてきたんですけれども、豊島区議会では何度も外国人の生活保護の廃止を訴えさせていただきました。っていうのはですね、外国人の生活保護を制度としてやっている国は日本しかないからであります。他の国は住んでいる外国人が困るとどうするかと申しますと、まずその外国人は自分の国の大使館に相談いたします。大使館が遠い場合は領事館などに相談します。ところがですね、日本の場合は国内で生活に困った外国人がなぜか区役所や市役所に相談すると、自分の祖国の、自分の祖国の大使館や領事館に行かずに日本の役所を目指すのは不自然極まりないことであります。おかしいことであります。こんなことをやっているのは日本に住んでいる外国人しかおりません。日本以外の国では困った外国人はどうしているかと言いますと、教会が行う炊き出しであるとか、せいぜいですね、役所からもらえるフードスタンプなどを利用しております。日本のように行政がお世話して毎月毎月現金をもらえる、そんな制度で救ってはもらえません。日本人がアメリカに住んでいる間に困窮したならば日本大使館目指しませんか？アメリカの市役所や区役所目指さないですよね。それと日本人が外国で生活に困ったらきっと帰国しようかな考えるはずなんですよ。それがですね、日本に住む外国人の困った方々はなんでか知らないけど祖国に帰ろうとせずに日本政府に生活保護を求めます。こんなのおかしくないでしょうか？私はすごくおかしいことだと思います。それとですね、私は日本人は全員親戚で助け合い一つの生き物のように行動すると思っておりますんで、親戚でもない外国人の生活を助けるのが嫌で嫌でたまりません。生活に困ってですね、生活保護を受けなくちゃ生きていけないようになった外国人がなんで帰らないのか理解できません。我々親戚同士の日本人でしたらば互いに助け合おうかな。中にはですね、事故で足がなくなっちゃったなんていうですね、明らかに働けないなという生活保護を受けなくてはいけない方もいらっしゃいます。それと生活保護のそもそもの目的が破れかぶれになって無敵になってしまった人がある一定以上増えますと国家崩壊、
国家を倒そうとする力になるということでですね、いわゆる無敵の人を減らすためにやっているのが生活保護であります。ところが外国人の方たちどうでしょう。日本人が無敵になったらそりゃ反乱軍とか革命軍とかになりますけれども、もし仮に生活に困った外国人が破れかぶれになって無敵の人になって集まって軍隊を作ったら、それはもはや反乱軍であります。反乱軍じゃない、侵略軍であります。反乱軍ではありません。外国からの侵略軍であります。それと私は日本国内で外国人同士が傷つけ合うのは殺し合うのは別に構わないと思ってるんですけれども、頼んでもない外国人がわざわざ日本に来てですね、日本人から物を盗む、日本人を殴る、日本人を殺すなんてことはですね、許せないと思っております。全然親戚でもない連中が頼んでもないのに外国からわざわざやってきて日本人が被害に遭う、これはもはや侵略であります。そういう連中は侵略罪というのを作ってですね、普通の犯罪で裁くのと同時にそれを加えた刑罰を与えるべきであります。まあ、日本人なら1年で済むところ5年刑務所に入ってもらうとかですね、日本人なら5年で済むところ30年刑務所に入ってもらうとか、外国人による犯罪で日本人が傷ついた場合は侵略です。侵略罪を作るべきであります。そういうことを言うとですね、人権がとか平等がとかいうやつ必ず出てくるんですけれども、主に共産党とか立憲とかね、平等平等言いますけど、人間平たく等しくなるもんでしょうか。誰一人平たく等しくなんかならないと思うんですよ。何かって言えばですね、個性を大事になんて言っときながら平等平等言って平たく等しくしようとする左翼連中、こいつら自分で何言ってるか分かってないですよね、きっとね。同時に2つの真逆のことを言う、個性を大事にといったその後すぐに平等平等、平たく等しくって何ですかそれ、バカなのかな、思っておりますけれども。というわけで外国人も日本人も人間なんだから平等だ、そんなことあるわけがないのであります。親戚同士である日本人と頼んでもないのによそから勝手に入ってきた外国人を平たく等しく扱う、こんなことこそ悪であり問題なんですよ。よそから入ってきた外国人を日本人と全く同じように扱うならば、だったら日本人の得がないじゃないですか。結果的に日本人差別されてることになりませんか。文科省の外局の日本学生支援機構っていうところがあるんですけれども、外国人に毎月30万円以上
留学資金として渡しております。日本人には450万円貸し付けて600万円ほど取り立てております。外国人留学生には年間380万円支給されております。これは14万5千円の生活費プラス学費、医療費、渡航費の補助もあります。家賃補助もあります。外国人留学生は日本人の血税を毎月毎月30万円以上もらってるんですよ。それでやってることが一生懸命コンビニのバイトってどういうことなんですか？日本人の学生はお金もらえませんよ。借りた分だけ利子をつけてきっちり取り立てられてますよ。これ日本人差別でなくて何なんでしょうか？日本人の学生があまりにもかわいそうであります。いつまでもこんなことをやっていたら年間380万円もらうのを世界中に知れ渡ってしまったら勉強したくない怠け者の外国人が留学生ですって顔してどん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 日本に押し寄せてきますよ。日本人が勉強するところではなくなってしまいます。それにですね、日本と日本人が長い年月をかけて蓄え続けた日本の学問をどうして外国人に分け与えなくてはならないんですか？あの人らはですね、日本で学んだことを祖国のために役立てるのであって日本のために役立ててはくれません。毎年380万円お金をくれてやって土下座しながら学問をただでくれてやる、これ文科省おかしくないですか？日本人の学生に厳しすぎないでしょうか？冷たすぎないでしょうか？400年前のに書かれた君子論って書物があるんですけれども、隣国を援助する国は滅びる書いてありますよ。隣国を援助する国は滅びる書いてありますよ。どうして日本の学問を土下座しながら外国人に学んでもらわなくてはいけないのか、そういうようなことをですね、我々日本改革党はこれからも訴え続けてまいります。日本人の学生さんは差別されすぎであります。外国人留学生は優遇されすぎであります。差別というのは理由なき礼遇のことを普通は指すんですけれども、理由なき優遇も立派な差別ですよ。なぜならそれをされていない対象でない人は相対的に礼遇されていることになるからであります。外国人留学生の超優遇は日本人学生の礼遇であり差別であります。日本改革党と普通領事はこの日本人差別と今後も戦ってまいります。大きな声で、失礼いたしました。ありがとうございました。